国立遺伝学研究所の北川と申します。よろしくお願いします。で、今日は、皆さんと一緒に、私自身が研究している人の細胞、これがどうやって分裂するのか、これに関して一緒に議論していきたいと思います。で、早速なんですけども、ここに、今皆さんムービーご覧になっていると思うんですけども、ここに示したのは十二指腸、人の十二指腸がんですね。それを、明視野で、顕微鏡で、撮ったムービーなんですけども、今早送りしています。ここは今ちょっと遠目から見てるムービーで、これは7日間の映像を23秒に短縮しています。でも私の専門分野は細胞生物学という分野でして、主にはその細胞の中のことですね。で、特にその中心、先ほど司会の方からも説明がありましたけども、中心体という細胞器官に着目して、それが細胞の分裂にどのように影響しているのか、またその遺伝情報として重要な染色体、これが娘細胞にどうやって正確に継承されるのか、そういうことに関して研究を進めています。では皆さん、細胞の分裂といっても、意外にその複雑なプロセスでして、ちょっとこの後に出てくるまた繰り返しになるんですけども、染色体を正確に分裂したり、分配したりですね、あとはその細胞自体、細胞質分裂するんですけど、細胞自体も分裂、均等に分裂させなくてはいけない、非常に重要なイベントが盛りだくさん詰まったプロセスなんですけども、ここに染色体真ん中に集まってきて、これラウンドアップといって分裂するとき細胞丸くなるんですけども、これが染色体が娘細胞に同様に分配される。で、この今日はこの複雑なプロセスの中で、特に中心体というその細胞小器官がどのように関与しているのか、これに関して皆さんと議論したいと思います。でですね、次のクエスチョンは、ここにちょっと、次は別に大したギャグは入ってないんですけども、次、私たちの細胞をつなげると、じゃあどこまでいくでしょうかと。大体1つの細胞は受精卵なんかの数十マイクロンというふうに考えられてますけども、これを37兆とつなげたときにどこまでいけるかと。これは実際ちょっと私自身が計算してみたんですけども、興味本位で。1番、日本列島縦断、地球一周、またこの3番が地球から月までと。で、これで計算してみると、1つの細胞を10マイクロンとして計算したときに、大体月まで行けてしまうと。非常にこの、私たちの細胞一個一個は非常に小さいですよね。でもこれを、自分の1つの体を成し遂げるまでに、非常に途方もない、回数の細胞分裂が行われるわけです。で、1つ1つの細胞は私たちの、体全体の設計図である DNA を持っているわけです。その設計図を1回1回の分裂ごとに非常に正確にコピーしなければならない。またそれに付随して細胞自体も均等に、均等分裂というのもあるんですけども、均等に分裂していかなければいけないし、非常に、厳密性が求められるプロセスなわけです。で、もう一つは、面白いその細胞分裂に関わる、知識として、ヘイフリップの限界というのがありまして、これっていうのは私たちの細胞の分裂回数っていうのは、だいたい50回から60回ぐらいに限定されると。その生殖細胞とか、あと幹細胞ですね、いろんな細胞の元になる幹細胞、あと癌細胞ですね、これらは、この実際どういうふうになってこの分裂回数が規定されるかというと、テロメアという構造、染色体の末端構造がありまして、これが短くなっていって、ある程度の大きさになると、細胞分裂しなくなる。で、癌細胞とかその、テロメラーゼの活性が高いような細胞というのは少し例外なんですけども、これと、このプロットすると、この最大寿命ですね、そうすると非常に、いい相関があると。で、もう一つ面白いのは、先ほど、大体私たちの、かい、あの体作るのに、大体、単純計算で45回ぐらいの分裂すれば、大体1つの個体になる受精卵が。なんとなくですけども、そこら辺の、分裂回数と、少し、近いような数字で、この細胞分裂の回数と、あとはその最大寿命という関係以外にも、その体のいろんな生物のその体のその体重ですね、これと寿命っていうのも比較的性の相関、相関があるというふうに言われています。で、ちょっとすみません、これもまた高校生用に 作ったスライドなんで、ちょっとフレーズが古いんですけども、じゃあ私たちの体、
まあ、これ恒常性維持するため、まあ、止まっているように見えますけども、まあ、いろんな細胞分裂っていうのがいろいろなところで起こっていることで、このその恒常性というのは維持されています。で、驚くべきことに、まあ、その先ほど37兆ぐらいって言いましたけど、1兆個の細胞が、まあ、これが大体日数ですけどもね、数億個から、数千億個から、まあ、1兆個ぐらいの細胞っていうのが毎日出たと。まあ、それぞれその組織によって違いはあるんですけども、まあ、例えば、まあ、ここら辺の消化器系の、まあ、胃の粘膜とか、まあ、こういうのは非常に早い、まあ、ターンオーバーですよね。で、あとは、まあ、皮膚とか、まあ、血液とか、まあ、骨に関しては、まあ、皆さんも想像のように、まあ、比較的ターンオーバーが遅いんですけども、まあ、この私たちの、まあ、人体を構成している細胞っていうのは250種類ぐらいあって、まあ、それぞれがある程度の、スパンで、まあ、分裂をして新しいものに置き換えていると。で、まあ、ここでのテイクホームメッセージは、まあ、細胞分裂、今日の、課題ですけども、これが、まあ、現在進行形で私たちの体の中でも起こっていると。で、これを正確にやらないと、まあ、例えば細胞ががん化したりとか、まあ、そういう問題が起こってくるわけです。で、今日の、まあ、もう一つのポイント、まあ、これですね。まあ、これが実際は私の、まあ、研究テーマにも非常に密接に関係してるんですけども、この細胞っていうのを見た時に、この細胞の分裂が正確に行われる、まあ、いわばこの遺伝子の継承っていうのが一個一個の細胞レベルで非常に正確に、そして厳密に行われていると。まあ、どのようにしてそれが分子レベルで行われているのかというのが、まあ、私が興味がある課題です。で、これはウォーター・フレミングという、まあ、その学者が1800年代にスケッチした、まあ、これは実際人の細胞ではなくて、より植物の細胞なんですけども、まあ、プロセスに関しては、まあ、非常によく似ているので、ちょっと紹介したいと思います。で、細胞分裂と一概に言いますが、まあ、非常に多くの重要なプロセスというのがこの中に詰まっています。まあ、いろいろなドラマがあると。で、どのようなドラマがあるかというと、まあ、例えばここに見られるように、まあ、染色体がぎゅっと凝集したりとか、まあ、あとここに真ん中に集まってくると。で、真ん中に集まってから、それぞれその姉妹の、その媒介した、まあ、染色体がそれぞれの娘細胞に行くように、この糸のような紡錘体と呼ばれてますけど、これが物理的に張力をかけて、で、両方から引っ張ってるよってなった時に、スパッとここが分配されて、姉妹染色体分離が起こって、で、遺伝情報を両方に正確に分配した後は、今度は細胞自体も分裂しなくちゃいけないので、ここで、まあ、細胞質分裂といって、真ん中にくびれが起きると。まあ、こういういくつかの重要なイベントっていうのが非常に厳密にコーディネートされて、この細胞の分裂というのは成し遂げられています。では、まあ、少しずつその私の研究テーマ寄りの話になっていくんですけども、私の、まあ、研究テーマというのは、まあ、細胞の中の中心体、その動物細胞が持っている、まあ、進化的に保存された細胞小器官なんですけども、これがどのように複製するか、まあ、ここに、まあ、一つポイントを置いて研究を進めています。じゃあ、どうしてそれが大事なのか、それに関して説明したのがこの図で、で、まあ、これよく私が学生に説明してたんですけども、まあ、ここにそのパピコというライスがありまして、で、まあ、買った方はご存知かもしれませんが、これは2人で仲良く分けるようにここで接着しています。まあ、これは染色体と考えてください。染色体も媒介された染色体というのもここでのり付けされていて、両方から手で引っ張られて、その娘細胞に両方に均等に染色体遺伝情報が分配されるというのを保証がないと、ここは分かれません。で、テンションが発生すると、この実際には細胞の中では紡錘体と呼ばれる、まあ、糸のような微小管構造の集まりが束が引っ張るのですが、これで細胞分裂が起こった後、ここでまたこの細胞がまた分裂したいと、そうした場合、また遺伝情報が2倍になります。しかし、ここでこの手に注目してみると、この手自体は1本しかないわけですね、この場合。そうすると、なかなかこれをその2つに分けることが難しいですよね。で、実際、まあ、このアイスもなかなかその1つでパキッと割るのは至難の業なんですけども。ということで、どういうことをこの細胞は行うかというと、この実際に物理的に分ける細胞分裂装置自体も媒介させます。で、中心体というのはこの紡錘体の形成中心で、この紡錘体を形成するのに必要ですので、この中心体という構造自体を媒介させることで、物理的に遺伝情報をこのように引っ張ると。この遺伝情報の媒介というのと中心体の複製というのは必ずカップルしているわけです。
で、まあ、この遺伝情報はその核酸で、主に物質としては、まあ、単位としては核酸でできてるんですけども、こちらの中心体の方はタンパク質の複合体です。それも非常に複雑な形をした複合体ということで、まあ、そこにまあ新しい何かしらのコンセプトがあるんじゃないかという期待感のもと、まあ、私の研究室では研究を進めています。で、これを中心体複製というふうに呼びます。で、実際に先ほどのように、まあ、これは今回その蛍光ラベルした、まあ、ヒーラ細胞と人の眼窩細胞なんですけども、そうするとここに核が、ここにもありますけども、分裂期に真ん中に集まって、この緑が中心体ですね。まあ、一番初めから見ると1つしかないんですけども、これが分裂期になるとちゃんと複製して2つになって、両方向から染色体を引っ張れるようになります。まあ、面白い点は、まあ、非常にその、まあ、その DNA、その遺伝情報の複製と同じように、1回分裂するたびに1回だけ、また1コピーだけ、また半保存的に複製されるという、まあ、非常によく似た共通項があると。ただし物質自体はその染色体、まあ、遺伝情報が核酸というのに比較して、この中心体というのはタンパク質の複合体です。で、そこに関してもうちょっとその詳しく見る前に、少し歴史的な背景をちょっと紐解きたいと思います。で、この構造自体はもう1880年代に、まあ、ここに染色体が並んでいて、これウニですけども、ウニの卵ですけども、そうするとここで、まあ、ここ先ほど言った紡錘体、糸のような構造体があって、まあ、それをなんとなく束ねていると。まあ、その中心にある、まあ、こういう構造体があるという、その確認は、まあ、今から130年ぐらい前にはすでに、同定されていました。で、電子顕微鏡の発達によって、さらにこの中の構造、ここではただの点にしか見えないけども、さらに何があるのかというのが明らかになりました。それが中心小体と呼ばれている構造で、まあ、このようにシリンダー型の構造体で、まあ、こちら側母とこちら側娘というふうに呼んでますけれども、まあ、それはどうしてかというと、こちらからこちらのシリンダーが1細胞周期に1回だけ同じ長さ、同じ形で複製されると。で、これはまあ電子顕微鏡によって見出されたんですけども、まあ、最近の研究から、じゃあこの中心体の複製というのはどのように起こるのかというのが、まあ、この図に示すように、次第に明らかになっています。まずはじめにここにあるのは1つの細胞です。核があって、ここに、ここがこれ1つが中心体です。で、先ほどの電子顕微鏡画像のように、中心体の真ん中には1組の直方したシリンダー構造体があります。まあ、これは両方とも母中心小体と呼ばれる構造なんですけども、それが細胞が分裂するステージに入ると、この中心体、中心小体、シリンダーがそれぞれ新しい娘中心小体、ここで青で示しますが、このように伸ばします。そうすると、少しの中心体と中心小体の定義がちょっとこんがらがっちゃうかもしれないんですけども、まあ、ここで中心体というのが2ユニットの中心体になって、そうすることで、ここにあるのは染色体の模倣した図ですけども、両方から染色体をこのように引っ張ることができるようになると。で、まあ、このプロセスを見たときに、まあ、このシリンダーから新しいシリンダーができるという、まあ、ここは非常にキーなプロセスだということがわかります。まあ、ここに、バーを引いておきましたけども。で、まあ、この中心小体というのは、今見たようにその細胞の分裂、またはその染色体の分配に非常に重要なんですけども、もう2つか、あまりよく知られてないことかもしれませんが、この細胞の、まあ、ここは細胞の膜にあるんですけども、細胞から実はこのような繊毛という、まあ、突起を伸ばしていて、まあ、ここにその受容体がまあ濃縮されていて、まあ、細胞外のシグナルをキャッチするアンテナのような役割を果たす細胞小器官があります。この繊毛のここの基底部と呼ばれますけども、この根元に中心小体があると。またこれは精子で、精子の尻尾ですけども、精子の尻尾のこの鞭毛と呼びますが、この構造体の根元にも中心小体があると。まあ、こういう構造体の根元は中心体であると。で、まあ、ここに精子があって、急にそのちょっと受精卵の話になるんですけども、まあ、一つ面白いことがありまして、まあ、ミトコンドリアはそのお母さんとお父さん、どちらが由来かというのは、そのよく皆さんご存知かと思うんですけども、まあ、ミトコンドリアは母方由来ですよね。でも、この中心体というのは、一番初めの中心体はこの精子由来です。先ほども説明したように、精子のこの、鞭毛と呼ばれる尻尾の基底部が中心小体という構造で作られていて、
実は卵子の中心小体というのはその発生過程において消失してしまいます。で、ここで受精した後に、この受精卵がそのこの中心体によって、細胞周期が回って、で、その細胞分裂が開始するわけなんですけども、これはどうしてかというのが、これは非常に進化的に保存されたプロセスで、その皆さんもバイオロジーのテキストブックをご覧になると、中心体というのは動物細胞をみんな持っているというふうに言うんですけども、実は卵子というのはその発生過程において中心体を消失させます。で、これは非常に進化的に保存されたプロセスで、この意義に関して、またこの分子機構に関しても全く分かっていません。で、その意義は何なのかというのは、一つはこの中心体の維持を受精卵で確保すると。ここでいうその2つの、細胞とか、融合しますので、中心体の数を維持。もう一つは、卵子が中心体を持っていると、それで細胞分裂がいってしまうという、それでも単位発生というんですけども、そういうのは発生ると、諸説あります。今ここに関しても研究が徐々に進んでいるところです。で、今のその繊毛と中心体の関係を示したのがこのムービーで、で、普段ここ細胞がありますけども、核があって、で、これ定式ですけども、中心体からこのように繊毛の構造が出ていて、細胞の外のシグナルをキャッチしています。これが細胞の分裂期に入ると、この繊毛をこのように、実際には退縮させて、ここで細胞の中に入っていった2つの中心小体のペアが、この遺伝情報の染色体というのを2つに分けて、で、またこれは間期に入って細胞の外にのシグナルを受け取ると。で、その最後、5分から10分ぐらいで、簡単になんですけども、私の研究室で行っている研究に関して説明させていただきます。一つはその中心小体、先ほどのシリンダー型の構造体がどのようなタンパクで成り立っているのか。で、2番目の話というのは、人の細胞、中心体ありますけど、じゃあ中心体なくすとどのようなことが起きるのか、これに関して簡単に説明させていただきます。で、その中心体の複製に、どのような分子が関与しているのかというのを、この中、あの線虫の卵を使ってスクリーニングしまして、例えばこの SUS6 という分子が同定されています。ここに中心体、緑で2つのスポットがあって、これは野生型の場合で2細胞期には4つに複製されています。しかし SUS6 という分子をなくすと、細胞からなくすと、この2個が2個のままで発生がストップしてしまいます。分裂がここで止まってしまうわけです。これは非常に分かりやすい表現形で、例えばここにあるのは今度は人の場合です。この因子は非常によく保存されていて、人でこの SUS6 をなくしてしまうと、またこれも細胞の分裂が止まってしまいます。じゃあどうしてこの SUS6 という分子がこういう中心体の複製を制御しているのか。これに関して、一つ私たちがやった重要な仕事に関して説明したいと思います。この因子というのは中心体を持っている生物である限り、この SUS6 という分子を、遺伝子の中にコードしています。で、この SUS6 という分子を細胞レベルから電子顕微鏡などを使ってみると、このように細長い、ここでトゥーヘッドとロットシェイプというふうに呼んでますけども、このような形をしていると。で、X 線構造解析で解析しますと、このようにアトミックレベルの解像度で、この頭の部分がこういう構造なんだなというのが分かってくると。で、こういう解析をして、実際に私たちが示したことというのは、この SUS6 という重要な因子が、これ X 線構造解析をつなげた画像なんですけども、このような分子が9つ、このようにリングの形を作ることで、先ほどのシリンダー型を今輪切りにしていますけど、この中心小体という構造、これがどのような分子で成り立っているのか、こういうことを明らかにしました。で、またこの中心小体という構造は、電子顕微鏡の発達でも半世紀ぐらい前にこういう構造が細胞の中にあるということは確認されていたんですけども、この不思議な球体対称の形というのは、かなり複雑な分子メカニズムで成り立っているのではないかというふうに仮定されていました。しかし私たちの解析から、このようにこの SUS6 という単一の分子が9つこのように連なることで、非常にシンプルに細胞の中の構造体である中心小体を作るということが分かってきました。これが一つですね。で、私がやっている、実際に研究室でやっている研究も、まず初めにその細胞の中の遺伝子の機能解析、どの遺伝子、どのタンパクがどのように役割を果たしているのか、特に中心体の複製に関してどのように役割を果たしているのかということから始めまして、
で、まあ、最終的にはこのように分子の形を見るという、まあ、それぐらいの解像度まで研究を高めて、まあ、そうすることで、まあ、理解できることがあると。今私たちの、研究室では実際に、まあ、このようなサスチックスというのが、まあ、どうやってこういう構造を取るのかっていうのをもう少し細かい分子メカニズムに関して進めています。で、次の話というのは、じゃあ今度はその今、まあ、細胞の分裂の話から、まあ、どんどんその中心体の話になってくるんですけども、まあ、今度またちょっと戻って、じゃあその動物細胞、植物、高等植物細胞には中心体ないんですけども、その動物細胞はじゃあどうして中心体を持っているのか、まあ、その意義に関してはどういうことなんだろうかということを少し調べてみます。これに関しては、まあ、他の研究室からが行った、まあ、先行研究がありまして、まあ、その研究というのは、まあ、普通の細胞ですね、この場合その P53 という、まあ、その細胞のがん化をサーベイして、それを普段抑制している、まあ、非常に重要な因子があるんですけども、まあ、普通の細胞ですね、普通の細胞から、まあ、中心体をなくしてあげるという、まあ、操作をします。そうすると、まあ、この P53 という因子が何らかの方法でそれを察知して、動物の細胞の中に中心体ないこと、その中心体がないということは、先ほどまで説明したように、その細胞分裂を行う非常にリスクが高くなるわけです。例えば生殖体分配のエラーとかですね。なので細胞が分裂できないように、その分裂期に行かせないで、停止期、もう細胞の分裂自体をしませんと、まあ、そういうステートに持ってきてしまいます。で、私たちの研究室で行ったことは、じゃあこの P53 という、まあ、その因子が欠損した、まあ、これはよく人のがん細胞で欠損してるんですけども、で、私たちの細胞では、まあ、いろんなそのがん細胞の、その分裂様式というのを、まあ、理解するして、まあ、それを抗がん剤の開発とかに進めたいということで、現在30種類ぐらいの、がん細胞を研究室で飼ってるんですけども、で、まあ、その場合、そういう、まあ、人のがん細胞から、まあ、中心体じゃなくてどうなるのか、そういう実験を行ってみました。で、まあ、これからちょっとムービーを見せますけど、まだこれは論文もアクセプトされてない内容で、結構最新のデータなんですけども、まあ、その私たちがやった、まあ、結果からすると、その血液系の、まあ、そういうがんの細胞種、まあ、それ以外のものは、まあ、大体増殖してしまうと、まあ、中心体がなくてもがん細胞っていうのは、その恐るべきことに、なんとかその細胞分裂を成立させてしまうと、まあ、そういう結果が分かってきました。で、まあ、これが一つムービーなんですけども、ヒーラというのはこれがん細胞です。で、今中心体というのを、まあ、中心体をこれ赤でマークしていて、先ほどから言っているその染色体を物理的に実際に引っ張る、その紡錘体の構造、まあ、それを微小化、まあ、青で見ています。で、これは普段の、まあ、がん細胞です。で、そうしますと、まあ、こういうふうに中心体が2つ両方から引っ張って、まあ、普通にちゃんと分裂がいくと、まあ、これはもう1回見せますけど、中心体2つですね、こうやって紡錘体を形成して分裂がいくと。で、ここから中心体を徐々に減らしてみました。で、これ中心体1個の場合です。1個の場合でも、もう片側に紡錘体ができてしまうんですよね。1個でもできてしまうと、もう片方が。で、これは普段ではありえない状況で、まあ、中心体1個に減らした。じゃあ今度は中心体を全くなくしてしまうと。で、私たちはここで期待したのは、まあ、中心体なくせばがん細胞でも分裂はできないだろうと。ということは、まあ、中心体を、まあ、何かなくすような薬剤とかを開発すれば、多分抗がん剤としてかなりいいものができるんじゃないか、まあ、そういう期待感をもとに、まず中心体自体をなくしてみました。で、ここが今中心体ゼロのケースなんですけども、そうすると驚くべきことに、まあ、ここでかなり不安定ではあるんですけども、この紡錘体というのが中心体非依存的に形成されて分裂いってしまいます。で、これは、まあ、その100%ではなくて、確かに分裂できないケースも出てくるんですけども、もうこういう、まあ、ある程度、まあ、私たちが飼ってる、研究室で飼ってるがん細胞、まあ、ほとんどですね、血液系のやつ、まあ、20%とか30%とか下がってしまうやつもありますけども、まあ、なんとか分裂することができるということで、まあ、なかなか中心体だけをなくしても、そのがん細胞の分裂というのを抑制するのは難しいと、まあ、こういう結論に行き着いてしまったんですけども。まあ、そこで私たちが次にやったストラテジーというのは、中心体をまずなくしてあげて、さらに先ほども示したその紡錘体というもやもやした微小管構造、それも今度はそのダブルで潰してあげると、まあ、そうすると分裂がじゃあもう完全にいかなくなるんじゃないかと、まあ、そういう実験を行いました。で、これは同じ細胞で、
まあ、ここにまた中心体が点で見えてますけど、これはコントロールの場合で、少し早送りしているんで、分裂早いですけど、パッと分裂してしまうと。で、今度は中心体をなくして、さらにまあその防水体を形成する、防水体をまあ形成を阻害するというまあ薬剤処理があるんですけども、その2つをやってみたと。そうすると、1回丸くなって分裂期で停止した後に、最後ぐちゃっと死んでしまいます。で、まあ、これを定量的に示したのがこれなんですけども、1回まあ分裂期に入ってからの時間と、まあ、がん細胞が分裂するか細胞死するかというのを、まあ、死んでしまうかというのを、まあ、ここでプロットしたんですけども、まあ、そうすると、通常のがん細胞だと、まあ、このように分裂すぐいってしまうんですけども、先ほどの中心体をなくして、さらにその防水体という糸状の微小管構造も潰すと、まあ、この両方のダブルをすることによって、まあ、分裂がなかなかいかなくて、最終的には細胞死に至ってしまうと。まあ、これはまあ現在まあまだ研究を進めているところなんですけども、中心体だけではなかなか難しかったのが、まあ、がん細胞、まあ、さらにこの中心体非依存的な防水体も形成も阻害すると細胞死が促進されると。で、まあ、現在のそのまあ抗がん剤っていうのは、その微小管というものをまあターゲットにした抗がん剤、パキリタキセル、タキサン系というのがあるんですけども、まあ、そういう抗がん剤というのは比較的その副作用というのが非常に問題視されてますよね。で、それがどうして起こってしまうかというと、ここでその微小管構造を示してるんですけども、その普通の今の第一選択薬だと、この構造自体を壊してしまいます。ですので、通常この微小管というのは、まあいろんなものを細胞の中で運ぶレールのような役割をしてしまうんですけども、これ自体が破壊されてしまうので、神経細胞では、まあ、そのまあ、神経細胞、まあ、末梢神経痛などのまあ副作用が出やすいと。普段正常な細胞の役割も阻害してしまうからです。で、私たちが現在考えているのは、その分裂期特異的にまあ中心体をなくす、それだけではまあちょっと不十分な場合もあるので、まあ、さらにこの微小管構造、まあ、分裂期に特異的な微小管構造を壊すという、そのダブルの戦法でまあ何かいいまあ抗がんのストラテジーが立てられるのではないかという、まあ応用面での研究も進めています。で、まあ、実際その、まあ、基礎研究とまあ応用研究と両方進めながら、まあ、両方ともリンクするところがあるので、まあ、そういうふうに進めていて、最後これまあサマリーのスライドでもう時間ないんですけども、まあ、この中心体というのがまあ細胞の分裂にとってまあ非常に重要な細胞小器官で、まあ、例えばここで染色体を分配するために、物理的に両方から引っ張るために、またこの細胞小器官は非常にダイナミックで、間期にはこのようなアンテナを立てて、細胞外からのシグナルをキャッチして、細胞外のコミュニケーションを細胞の中に伝達していると。まあ、こういう非常に遺伝病や生活習慣病との関与もあって、まあ、非常に広範な役割をしている中心体というのを現在研究を進めています。で、今日の話は、これで終わりです。何か質問がありましたら、どんな質問でもいいので、今後私たちの多分参考にもなると思うので、質問していただければ幸いです。以上です。ありがとうございました。山田先生、どうもありがとうございます。